とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、クリスマスが終わって12月26日となってます。昨日プレゼントとかもらったかな。まあもらったんだろうね、羨ましい。でゲーム内でもジンペイサンタからのプレゼントが配られてます。これ公式サイトに載ってるんで、出して大丈夫だと思うんだけども、公式サイトにありますジンペイサンタからのプレゼント。入手方法は連動のお届け物の合言葉入力だね。この合言葉を入力してください。俺も今から入手しますね。チャリピさんジギカツ、間違いないね。どういう意味だ。だいたいこの合言葉って後ろから読んだりすると意味があるんだけど、チャリピさんジギカツ、つかぎじ、いやこれは意味がないのかもしれない、わかんないね。なんか謎の文字となってます。チャリピさんジギカツ、入力してない人は一緒に入力してみてね。では OK します。何がもらえる、お届け物を探してる。ガシャコインだね。と他には1個、ガシャコイン1個だけ。いやそんなことないでしょ。お届け物ちょっと見てみよう。あれないぞ。あれ？あ、プレゼントは、これ人によって違うのかもね。違うのかもしれないね。まあ、俺はガシャコイン1個だった。他の人は違うかもしれない、もしかすると一緒かもしれないけども、若干微妙なプレゼントだった。でもまあちょっとね、ちょびっとだけ得した気分にはなります。でまあ合言葉入力してね、ジンペイサンタからのプレゼントもらってみてください。俺はガシャコイン1個だったけど、皆さんはどうでしょうか。はい、ということでまた出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや